してるわけだよ、わかる？うん、当たり前だろ。当たり前だろじゃないでしょ。当たり前だろ。そうでさ、豚とか言われてさ、座席にさ、乗ってもらって感謝してほしいね、逆にね。あのね、僕どう思う？うんちしてんのこれ。うんち？うんちしてる？うんって。うんちしてたの。こうやって小田原城とか頑張ってきてるんですよ。今日やらないけどね。小田原城なんか行ってないじゃん。小田原城でしょ、この。ね、ここ頭おかしいね。ちょっとちょっと怖いね。それでさ、豚野郎。どう思うかな、僕な。え、だって豚野郎じゃん。僕は泣きたいよ。ベベルームって感じだよ。書いてあった左に学習教室だってよ。ああ、これ整備不良だと捕まっちゃうよ。よいしょ、なんか怖いな、これ対抗者怖いな。まあね、ゴッソンしそうな感じで、なんかすげえ荒々しい軍団だよ。早く信号買ってるうちにみんな曲がりたいんだよ。ここ渋滞してんな、やっぱここはダメなんだな、うん、基本的にやっぱここ渋滞なんだよ。あそこまっすぐ行ってもいいかもね。どこ？ここでしょ？うん、うん、多少遠回りになったとしてもあっちの方が近い気がする、うん、渋滞を考えると。まあでも次で行けるかな。微妙に前進んでるのちょっと笑っちゃう。行きたいんだよ、あの車。だってここ右曲がったらそこ左に入らないと。あれ、ヤフオクのって今日まで？明日。じゃあね、あれいつだっけ？明後日だったっけな。日曜日か土曜日どっちか。ああ、月曜日どっちか。あ、じゃあまだいいや。明日にしよう。で、俺使っとこう。ジッパーアップってでもそんなに大きくないな。うん。俺も600円ぐらいのソフトに使っちゃった。あのスペースチャンネルっていう昔のやつ、あれ不思議だよね。プレステ2だと1が高くて、ドリキャスだと2が高くて。まもなく小田原市民会館前を右方向です。ここも結構さ、割とガチャガチャしてるよね。フェアレディレットだ、かっこいい。うん、まあ俺が乗れること、なんでおまわりさんがいるのかな。びっくり。ビビった俺も。待って、今のさ、右方向で、あれってさ、何？スカイライン？おまわりさん？うん、なんかテールランプ違くね？歴史的な問題で違うんじゃないの、もしかしたら。わかんないけど、なんか違ったよな、あれ。後で動画で確認しよう。うん、今日はいないね、ビローチンが。多分こいつで止まるやつ多いからさ。なんか右曲がる人多かったよね。うん、
折専用車線に注意してください。やっぱ渋滞すると早く帰りたくなるか、お金払ってても。いや怖かったな。うん、結構やばかった。あの本当雪山、あの風景のところは走ってみたいな。うん、私もそんな気持ちでいた。あ、無理無理と。あそこも雪積もるもんな。あ、そうだ、キューちゃんさっきなんか食ったじゃん、ハンバーガーみたいな。俺も買えばよかった、それ。まあ、食ってるよ、ハンバーガー。この、いいや、ちょっとこれ甘いから、後で食うか。甘ったるいのきついもん。ちょっとこれ戻せないかな。戻せたら殺す。ふぅ、塩辛いもん食いたい。これでも大丈夫。はい、はい、ありがとう。ベビースター食べて。さすがにちょっと塩辛いもん食いて、甘いもんきつくなってきちゃって。なんでもいいんだよ、おやつ食おうぜ。もうバカウキしたら手出せなかった。あ、じゃあバカウキ食べよう。そういったちょっと糖分って食えなくなるの。まだ朝は糖分取りすぎなんじゃない。全然取ってるから。あ、ちょっと入れてほしい。あ、ありがとう。眠気。え、うん、あ、これうまうま、これコンポタージャーじゃん。ダメだ、アホが弾み出してる。アホ、うん、貧血で後ろに女入れて乗っけて。あ、見てなかった。なんでウィフの前後ろに乗せてんだから安全運転できなさいよ。事故ったら倒しようないよ。大事なスケ乗せてんだったよ。あの人たちはどこで集会してんだろうね。今集会なんでしないのかな。うーん、どこで集まるの。だいたいコンビニでしょうね。ちょっとあのバイクの質だとタンパイクはありえないと思ってるんで。あー、うまい。てか多分あのクソじゃ寒い